こんにちは。今日はコントロールカラーについてお話ししたいと思います。コントロールカラーって何なのかっていうと、ファンデーションの前につけるベースですね。それをどういうふうに使ったらいいのかわからないとか、自分にはどういう色が合ってるのかわからないっていう質問をすごくたくさんいただきます。なので今日は私がよく使っているコントロールカラーで全色持ってます。ブーのコントロールカラーを使って説明していきたいと思います。色もコラボさせていただいたカラーチューナーの PB、 これは本当に青なんです。これのいいところはすごくトーンアップします。何もしなくてもちょっとファンデーション塗った感じぐらい、いろんな気になるところがふわっとカバーされてトーンアップします。透明感を持たせたい、お肌をトーンアップさせて見せたいっていう人にとても最適です。だから一回これを使い始めると他のじゃ物足りなくなったりするっていうのが本音ですね。こんな感じですね。抑えながら塗っても大丈夫だし、もしくは結構自分はそこまでお肌が白くないぞっていう人はハイライトとして入れるといいかなと思います。まず早速塗っていきましょう。手のひらにつけて半顔でいきますね。こんな感じです。で、薄く塗りたい人はこれぐらいがいいかなと思うんですけど、でこの時に忘れないでいただきたいのが首のところまで塗るっていうことですね。素肌がそういう色なのかなっていう感じの色味になるんです。こんな感じです。心なしかこういうそばかすみたいなものも少し消えた印象になります。って言ってもすっごい差があるわけじゃないかなと思うので使いやすいです。次はグリーンです。グリーンはね、赤みの反対がグリーンっていう風に覚えてください。なので例えばすごく赤みが強い部分とか、本当にここだけ赤いんだっていう人はここだけつければいいかなと思います。あとはなんかおでこが赤いだったり、目の周りが赤いだったり、その自分が赤いなと思うところにピンポイントで塗るのもありです。って言ってもそこまですごく緑じゃないんですよ。すごい顔色悪くなりそうって思われがちなんですけど、緑ってそんなこともなくて、ちょっと赤みの強いところに先にこうやってのせていきます。あ、両方塗っちゃった。そうすると赤みがちょっとスッと引いた感じになります。だけ浮いて緑になるとかはないです。こういう感じの自然なツヤ感が出ます。そう、ちょっとこっち側消してみますね。例えばもしムージャちょっと薄いなって思われる方は、ドクタージャルトのシカペアクリームがすごくいいです。これは本当に隠れます。ここの赤いなって思ったところにこうやってトントンしながら伸ばしていくとかなり薄くなってきます。ここの鼻の周りとかで、もちろん顔全体に塗ってもいいです。こっちの方がどちらかというとファンデーションの代わりになるイメージですね。自分は結構赤みが強いなって思われる方はこっちのドクタージャルトの方がもしかして合うかもしれない。そう、このドクタージャルトのものって少しファンデーションみたいな色も入ってるんですよ。なので隠すってなるとこっちのドクタージャルトの方かな。こっちがムーを使いました。こっちドクタージャルトを使いました。はい、はい、では次黄色です。黄色ってすごく日本人の肌の方に合う色だと思います。こういうところのちっちゃいそばかすみたいな、ニキビ跡みたいな、少し茶色っぽくなったものがこの辺に出てくると、やっぱりどうしてもこう年齢を感じてしまったりとかするんですよね。これを少し薄くしてあげる効果があるのが黄色です。じゃあまず気分的に塗っていきましょう。私結構色黒な方だなって思われる方は黄色がおすすめです。わかりますかね。お肌のツヤとともに少しふわって隠れた感じになってると思います。色白の方でも夏になると結構焼けちゃうんだよなっていう人とかも、焼けたお肌にはこういう黄色が合うと思います。水色とかだとちょっとね浮いてしまう場合があるんですよね。ちょっと半顔全部つけてみますね。くすみ肌とかにも馴染みがよくツヤが出るのが黄色です。だから意外と使える人が多いのは黄色かなって思ってます。私の中でそうすごく自然です。こんな感じ。こっちがつけてる肌でこっちがつけてない肌、くすみがなくなりますよね。こっちと比べて
っていうのが黄色のコントロールカラーの特徴です。では次、紫もね、使える人すごく多いと思います。黄色人種の肌って黄色寄りなので、その黄色を反対色が紫なんですよね。なので結構黄色くなる人とか、くすんでる人とか、程よいツヤ感で血色がいい感じに見えるっていうのも特徴です。じゃあ半分だけ塗っていきますね。で、紫に関しては全体的にこうやって塗っていって大丈夫。ブルーも透明感なんですけど、紫との違いっていうのは、紫の方が程よい血色感が残る感じですね。ブルーの方はもう透けた肌みたいな感じの色味になるので、例えばブルーのアイライナーを使いたいとかいう時もはブルーを使ってあげると結構馴染みが良くなるんですけど、程よく透明感出したくて、ちょっとこうピンク系とかも使いたいなとか、使い分けてもいいかなと思います。ブルーとちょっとじゃあ付け比べしてみましょうか。こっちに行きますね。全然違いますよ。こんな感じです。こっちの方が紫、こっちの方がブルーです。ブルーで浮きやすいなっていう人は紫がいいんじゃないかなと思います。トーンが暗い方でも紫は合わせることができる。次はピンクです。ピンクは結構使ったことない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、私もね、そこまで登場回数が高いわけではないんですけど、これ結構健康的な肌に見せることができます。チークの代わりに使ってもいいかなって思うぐらいの柔らかめのピンクなんですけど、ちょっとこっち側に全体に塗っていってみますね。ただ透明感もちゃんと出るピンクです。あとは、ね、血色があまり良くない人、結構青白いっていうか青い感じになっちゃう人、そう、もうちょっと自分の肌を健康的に見せたいなって、印象を明るく見せたいなっていう時はピンクがいいかなと思います。だから自分が持ってる肌と反対側の色を探すようにすると透明感が出る。例えば黄色っぽい肌が持ってる人だったら紫とか、いつも具合悪そうに見えちゃうなっていう人はこのピンクのコントロールカラーがいいんじゃないかなと思います。ここから私が全部のコントロールカラーを一つの顔で使うとしたら、どこに何を塗ればいいのかっていうのをレクチャーしていきたいと思います。ファンデーションで全てを隠そうと思うとすごく厚塗りになっちゃうんですよね。できるだけ素肌っぽい肌を目指したいだったり、ツヤ感とかを出したい、自分の素肌を生かしたメイクをしたいっていう方、私は基本的にあんまりファンデーションをすごく分厚く塗るのが好きじゃなくて、粉っぽい感じっていうか、それが好きじゃないんですよね。なのでお肌に絶対ツヤが残った方が若々しく見えるし、健康的な肌に見えます。そこですごい大事なのがコントロールカラーの使い方です。ではまずハイライト代わりにブルーを入れます。もう絵の具のように塗っていきますので、この鼻の高い位置、頬骨の高い位置、では次、緑、赤い部分に塗っていきます。ここの鼻のところ、小鼻の周りはだいたいみんな赤いですよね。次、黄色いきます。黄色はシミなどが気になる部分、よくシミが出やすい部分ですね。次ピンク、私はね青グマなんです。なので隠すためにここに仕込みます。ここクマなのにもいいです。透明感を出す紫、全体的につけます。この辺、これでどうでしょうかすごいね。これを伸ばしていきます。そうすると私の理想の肌ができるはずなんですけど、いきます。っていう感じで全体的に馴染むように抑えます。うん、いい感じ。無理して全部使わなくてもいいんですけど、自分の今の肌の状態と正反対の色を使うっていう意識を持ったら透明感のある肌になれます。もちろんベースはスキンケアがすごく大事です。できるだけ肌のムラ感をなくしてあげるっていうのは一番大事ではあるんですけど、ナチュラルな肌の質感作りの中で大事だなって思ってるのは
ベースです。ということで皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。ということで、コントロールカラーの回でした。ありがとうございました。